こんばんは、久保です。松本でーす。あ、どうも。どうもどうも。よく聞こえますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。待ちに待った日がやってきましたね。おかげさまで。はい、いつもありがとうございます。こちらこそ、今日はしっかりと実績込みで、レポートしていただきます。はい、よろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。あ、名前がね、山本さん、山本になってますけど、よろしいですか？僕ですか？ええ、なぜだろう。松本です。松本さんですね。はい、はい、皆さん今日はね、はいはい、松本さんがやってきました。なんかね、表示が山本になってますけど、松本さんで間違いないですからね。はいはいはい。それではね、3、4分早いんですけども、恐れになったようですんで、あとは、途中参加の方、もしくは途中退場の方いらっしゃると思いますけども、今日は、1時間ほどね、お付き合いいただきます。よろしくお願いします、松本さん。よろしくお願いします。こちらこそ。はい、それではね、早速なんですけども、はいはい、まあ、私はね、松本さんのことよく存じ上げとるんですけども、今日ご参加の方の中で、松本さんをよくね、はい、知らないよって方もいらっしゃると思うんで、ちょっと自己紹介をお願いしたいんですけども、はい、お住まいですとかね、もしくはご出身でもいいです。はい、で、お名前と、趣味か特技、はい、そして、まあ、年齢というか、世代ですよね。何十代みたいな感じで、はい、言いますけども、はい、自己紹介をお願いします。私は東京都世田谷区に住んでいます。で、出身は長崎県の五島列島というですね、川口春奈さんと同じところですね。うん、はい。で、今、学習塾のエバーグリーンというのを東京都の世田谷区で運営してまして、まあ、発達障害とかグレーゾーンのお子さんをサポートする塾の代表をやっております。うん、はい。あとは、まあ、若い頃は格闘技をずっとやっていて、はい。一応プロで試合したことがあります。すごい。あとは、今の趣味はサウナです。あんまり行けないですけど、今、コロナ で、ね、はい。年齢は42歳です。よろしくお願いします。お子さんにいつも大変お世話になってます。ありがとうございます。松本さん、じゃあ、緊急事態宣言下で、はい、今運営してらっしゃる塾の方は何か影響あったりします？はい、ありましたね。休校にしていた、お休みしてた時期もありますし、うんうん、やっぱり生徒の授業のキャンセルも相次ぎましたし、そういう意味では、かなり打撃はあったかなと思います。あとは、換気のためにいろいろ、まあ、なんだろう、換気をするために暖房を新しいの買ったりとか、ストーブ買ったりとか、うん、何かとそういった経費はかかりましたね。はい。あ、物入りでしたね。そうですね。はい。で、今回、1日6万円の、なんか、手当はないんですよね。あ、ないですね。はい、飲食店ですもんね、あれはね。はい、そうですね。はい、いやまあでも、頑張っていくしかないですね、そんな中でも。そうですね。はい。それで、学習塾をされてるってことだったんですけども、はい、通常の数学とか、英語とか、まあ、受験用の学習塾っていうのとちょっと違うんですかね。はい、その学習塾をどんなものかちょっと簡単にお話ししていただけます？まあ、勉強が苦手なお子さんが、まあ、巡り巡って最後のうちに見つけてきてくれるといいますか、うん、あとは発達障害といって、まあ、自閉症とか、あと学習障害、LD とかいろんな特性があるんですけど、まあそういった子、うん、だから勉強が苦手な子が集まってるので、思うように成績をすぐに短期間で上げるってことは難しいこともあるんですけど、うん、まあ、そういった私たちのポリシーに賛同してくださる方が集まってるっていう感じですかね。はい。あと、もちろん、中学受験だとか、発達障害の子が中学受験をするっていう流れも今できつつあるので、うん、中学受験、高校受験、大学受験とサポートしています。うん、はい。はい。ということでね、やっぱりこう私たちはあんまりこの身近に触れることがない分野で、まあ、かなりエキスパートとしてされてるって私は聞いておりますけども、はい、やっぱ実績もどんどん上げられていて、はい、たくさんのね、生徒さんを送り出しているってことだと思うんですけども、はい。その中でね、今回松本さんは、まあ、いわゆるこの、はい、
まあ、大きな括りで言うと、勤め人をしてるわけですよね。そう、まあ、代表ですね。はい。はい。で、それをしながら、はい、こっちで、プラスアルファで、今回は、副業成功ということだったんですけども、はい、ちょっと今日はその辺をね、かいつまんで聞いてみようかなと思いますので、はい、皆さん楽しみにしてると思います。はい、よろしくお願いします。はい。通常はね、やっぱりこう、起業したいよって方とかの、こういったズーム対談っていうのはあるんですけども、もしくは起業された方のね、はい、対談っていうのはあるんですけども、はい、まあ、いわば、お勤めをされていながら、お忙しい中、プラスアルファで時間を取って副業を成功させるっていうのは、結構こう、至難の技というかね、かなり、根性がいるところもあったと思うんですけども、今回は、はい、まあ、そっちの方でもね、松本先生は、大きく実績を上げられて、なんか今日も、なんか売り上げが立ったみたいなことね、喜びの報告があったんですけどね。ありました。はい。ぶっちゃけ今回は全部で、いくらの副収入になったか、ちょっと頭の中でパパパって計算できます、はい、いや、まだまだ、ビギナーズラックだの範囲だと思うんですけど、うんうん、まあ、50万ぐらいですね。50万すごいですよね。50万ぐらい。はい、あ、ちょっと、昨年12月以降に。50万ぐらいって感じですね。だから、はい、はい。ざくっと見て2ヶ月弱って感じですかね。そうですね。うん、はい。だから割ると25万の月あたりの副収入なわけなんですけども、はい、はい。これ通常ね、副収入がいきなり25万ゴンゴンってくることはね、あんまりないんで、やっぱり、ありがたいことです。はい。信頼関係の構築ってとても上手にいったと思うんですよ。もちろん試行錯誤もあったと思うんですけどね。はい。で、次の質問なんですけども、はい。まあ、普段のお仕事をされてたじゃないですか、ずっと。はい、塾ですね。はい。そうです、そうです。はい、はい。今回、まあ、副業という括りになりますけども、プラスアルファの収入を上げようと思って、いろいろ試行錯誤されたんですけども、はい。普段のお仕事だけではちょっと心配だなと思った、その辺、なんか感じるところが、どんなところがあったのか聞いてみたいんですけど、はい。そうですね。やっぱり学習塾自体がそんなに、あと私が、対象としている顧客のターゲットの層とかの特性を見ても、うん、まあ、学習塾にやっぱここ教室ですけど、はい、キャパがあるので、うん、やっぱり売り上げ上がっても限界がありますし、うん、うん、やっぱそういう意味でも、ネットを活用していくってことで、うん、レバレッジを効かせたいっていうのもあったり、まあ、結果論ですけど、コロナっていう時期もあったので、うん、ネットビジネスっていう選択肢があることは私にとって非常に良かったですし、うん、あとはうちの、私の妻が結構グローバルな仕事というか、外国人の方を対象に日本語を教えるっていう仕事をしているので、それで、まあ、実際今月、あ、今年の4月から、実は広島に移住するんです。私の妻と息子が。広島の宮島という観光地なんですが、はいはいはい、こちらの方で、に移住して、はい、こちらのに住んでいる外国の方を、支援するということで、で、私も息子がちょうど中学、もう広島で中学生なので、私もまあ動けるようにしておきたいなっていう、うん、まあ家族の幸せのためにも、そういった選択を、をしました。はい。なるほどね。そんな感じです。はい。はい、はい。この、私も店舗をやってたんでよくわかるんですけども、はい。いくら成績が良くっても、まあ、半径2キロとか、せいぜい5キロ以内にしかお客さんいないんですよね。そうですね。はい。ですんで、これからのことを考えたら、やっぱりこう、もっともっと広い範囲からお客様をお迎えしたい、はい、いろんな方のご支援したいっていうところで、まあ、インターネットの活用ってことになると思いますし、あとはもう一つ、はい、私たちは年齢を絶対重ねますよね。はい。ですんで、どっかでレバレッジの効く、その、いわゆる、ウェブでの教育ってのは、まあ、言ってみれば、はい、まあ、YouTube などを活用すれば、自分が一生懸命こう講義しなくても、YouTube が講義をしてくれたりとかして、それでも十分、人のお役に立ちますんで、はいはい、ゆくゆくはそういうふうなことにも、こう、スライドしていければなという動機はあったってことでいいですかね。そうですね。YouTube が後継者になってくれればいいかなと思ってます。お、いい言葉ですね。まさにそうなんです。自分の後継者に、はい、うん。なかなか見つからないです。後継者。はい。そう。後継者でも結構ね、悩んでおられましたよね。はい、そうです。うん。やっぱりね、松本先生のされてる塾がものすごく実績があって魅力的でも、そこに自分が後継者として入ろうかなって腹がくくれる人ってそんなに見つからないんですよ。そうですね。
これ、はい、あらゆる業種で起きてますね、こういうことがね。そうですね。おっしゃる通りだと思います。後継者不足で黒字の会社が潰れるなんてことが、関西中心に2兆円規模で今度なくなるらしいですからね。はい。怖いですね、その、せっかくうまくいった事業がなくなっていくっていうのもね、これが、そうですね。少子高齢化の問題だと思います。はい。まあ、その中でね、YouTube の中に教育が残るっていうのは、本当に人類のためになるっていうぐらいすごいことだと思いますね。はい。うん。はい。まあ、ありがとうございます。はい。それでですね、今回、いろんなことを問題解決しながら、売り上げにつなげた、と思うんですけども、はい、なんか、これ最も難しかったなっていうことが、ちょっと思い出せるようでしたら、ちょっと教えていただきたいんですけども。いやー、やっぱり、そうですね。まあ、塾のビジネスっていうのは、直線的に少しずつ成長していくと思うんですよね。で、ネットビジネスっていうのは、これがまあネットビジネスの素晴らしいところであり大変なところだと思うんですけども、指数関数的に伸びるんだと思うんですよね。で、まだ自分はまだその、始まりのところだと思うんですけど、やっぱそういった意味で、吉谷さんにも言われたんですけど、暗闇の中でいかに継続して地道に頑張れるかっていうところを吉谷さんがおっしゃっていたので、それ頑張れた人たちが、人だけが最後に報われるっていう話をされてまして、吉谷さん。はい、で、その、やっぱりこう、仕事と両立して、少しの時間でコンテンツ作ったり、ということをとにかく続けるってところが、難しかったかなと思いますね。はい。はい、それはね、多くの人が共通して悩んで、まあ、それに振り落とされたりもするんですけども、はい。でも日々少しずつでもいいから重ねていくと、100日、はい、200日とつなげていくとね、ものすごい力になるんですよね。そうですね。うん、すぐには結果が出ないんで。はい、その通り。はい、はい。特にね、これ皆さんにも聞いていただきたいんですけども、普段、やっぱり10時間とか12時間、一生懸命働いてヘトヘトですよ。そうですね。はい。でもそれが、ずーっとヘトヘトのまま人生最後までいけないんで、どっかでね、やっぱウェブの方に、インターネットの方に乗り換えていきたいなっていう時に、プラスアルファでどっかでね、眠いのを我慢して、ご飯を我慢して、時間を少しずつ積み重ねていかないといけないところで、はい、いろんな予定が入ったりね、ご家族の関係があったり、はい、単純に疲れて眠かったりとかで、はい、継続するのむちゃくちゃ大変なんですよね。はい、大変ですね。はい。でもそこをね、ほんと暗闇の中を続けた人だけが、こう光に出会えるっていうかね、いや、ほんとね、きついんですけども、やっぱり、はい、先のことを考えたらね、乗り越えないといけない点なのかなと思いますよね。はい、そうですね。はい。だから本当に新しい売り上げが立ち始めたっていうのは、もうむちゃくちゃ感動ですよね。そうですね。びっくりしますね。はい。感動します。はい。うん、本当にもう一生忘れられない、その入金であり、はい、新しいお客様の顔になりますよね、はい、これ。はい。そうですね。はい。多分、塾を始められて一番最初の生徒さんっていうのも、もう特別な思い出があると思うんですけど、あんな感じですかね。はい、そうですね、うん。まさしく。はい。まあ、信じられないというか。はい。はい。と思いますね。はい。今日もね、たくさんの方お越しくださって、このズームライブ見てくださってるんですけども、それぞれ皆さんね、はい、自分なりの継続をしてると思うんですよ。やっぱり途中挫折しながらでも、もう一回立ち上がって、もう一回やってみようっていう方ばかりだと思います。はい。で、今回は松本さんがね、はい、幸運にもっていうか、すごく努力もされたんだけども、やっぱり運とか皆さんのおかげもあって、今回こういうふうなね、はい、まあ、二月前後で50万という売り上げが立ってですね、はい、それでこれからも結構展望が見えてくるところだと思うんですよ。はい。で、これからは、新しい売り上げにも責任を持たないといけないから、はい、普段の業務とプラスアルファでね、両方、こう、二足わらじどころか、はい、なんか二つの、大変さがあると思いますけども、でもね、はい、それも、まあ、商売人としては喜びの一つだと思いますし、はい、松本先生に教わりたいっていう方が、まあ、こういうふうなね、信頼をしてくださるっていうのは感動だと思うんですけどね、これはもうなかなか言い表せないと思いますけども、はい、私もね、すごく今日のライブは嬉しいなっていう気持ちでね、はい、言い表せないですよ、この感動は。そうですね、はい。久保さんに初めて相談した人が思い出しますね。思い出しますね、私もね。はい、この日が来るとは思ってたんですけども、はい、今正直言いますけども、はい、挫折しないでくれってずっと思ってたんですよ。ああ、はい。
もう、そうですね、メールがしばらくないと、はい、あーとか、本当にね、私でハラハラしてましたけど、はい、本当によかったです、はい。はい。はい。ありがとうございます。で、次のね、質問で、さっきとちょっと被るんですけども、今回その感染症がね、去年の今ぐらいからだいぶ派手になってきて、特に東京なんていうのはよく目立って、数字が、小池都知事がよく言われてるんで、はい、すごく怖いなというふうなところもあったり、実際東京ってどうなんかなって、想像するばかりなんですけどもね。はい。うん。先ほど、その、なんですかね、コロナの影響で、まあ、リモートに注目が集まって、それが追い風になって、はい、もしかしたら、松本さんのところにもね、はい、売り上げの達成とかにつながったのかなっていうこともちょっと言われてましたけども、他になんかこう、はい、プライベートでもいいんですけども、実際に東京にお住まいになって、はい、コロナの影響っていうかね、飲食店が出かけづらかったりとか、夜出かけるのやめたりとか、生徒さんが、はい、ちょっと風邪ひいたんで休みたいんですって言ったら、ドキッとしたりとか、なんかなかったですかね。はいはい。うん、あります。やっぱり、生徒のご家族に濃厚接触者が出たりとかってこともありましたし、うん。やっぱり、その場合、まあ、例えば誰が濃厚接触者になったかっていうのは、個人情報なので、うん、秘密を守らなきゃいけなかったりとか、まあ、いろいろとそれにまつわる専門性が必要になる場面っていうのは多々ありました。うん、はい。うん。で、松本さんね、なんかこう、はい、以前まではおそらく、はい、多くの方が、はい、39度ぐらいの熱を押してね、職場に行くことは、ある種美徳だというふうに言われてたと思うんですよ。はい、ああ、僕もそんな時代がありました、教員時代は。はい。ね、今、逆にそれが、こう、価値観の変化で、37度ぐらいでもう休めっていうふうなね、はい、ちょっと安全な文化になったことをどう思われます、はい、いや、それがでも、外国の人って、やっぱり日本人のそういう、それがなん39度でも行くとこ美徳っていうのを、本当に信じられないみたいなんで、うん、そういう意味ではその方がいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。うん。それは思いますね。なんか何かというと、はい、休んでない自慢、寝てない自慢、はい、大変だった自慢っていうのが、はい、しまして、俺はもう半年休んでないとか言ってね、なんか本当かどうかわかんないところまで行っちゃうんですけど、はいはい、あれは何だったんだろうなと思いますね、今思えばね。そうですね。はい。やっぱりおかしいですね。しっかり休んで体調を整えて、はい、もう元気な状態で生徒さんの前とかお客さんの前とかに立つのが本当はいいはずなのに、ボロボロの状態でお客さんの前に立つのが素晴らしいことみたいな価値観は確かに昭和生まれの我々にあったなと思ってる。はい。ありましたね、うん。こうやってだん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 こう、はい、職場とか人間関係が修正されていって、まあ、はい、いい面もあれば不自由な面も今は感じますけどもね、変わっていくんだろうなってところがありますけども、はい、これも一つ、塾を運営されている中での、なんか歴史の、なんか転換点になりそうですね。ああ、なりそうです。本当に。はい。はい、それでね、いろいろお話しさせてもらったんですけども、そもそもその、ね、松本さんと速稼塾の出会いっていうのは、どんな感じだったのか思い出せます、はい、あ、速稼塾との出会い。まあ、もうそもそも、要は自分がいろいろこういうビジネスやりたいということで、いろいろまあ、調べていて、ココナラっていうサイト、わかります？はい、わかります。はい。はい。あそこで、たまたま何気なく知り合った方が、はい、吉谷さんのことを知って、いて、それで吉谷さんとつながって、それで久保さんにつながったみたいな感じだったですね。だからどこでつながるかわからないですね。はい、なんか気がついた。ブラックホールに吸い込まれるように。はい、つながるべくしてつながったんじゃないかなと思ってますけどね。はい。その吉谷さんの、そのなんですかね、露出もかなり激しいと思いますし、はいはい、私も負けずにやってるんですけども、はい、我々ってのは一気にアクセスを集めるっていうのを夢見ちゃうんですけども、まあそれはなかなか有名人でもなければ難しいじゃないですか。はいはいはい、だから一番のコツコツは私は吉谷さんっていうのは、もう本当集客、人との出会いについてコツコツやってるんですよね。そうですね。はい、やったらもうダイレクトなメッセージを心を込めて一人一人に対して送って、はい、どんなメールが来ても、まあ、できる限り、
はい、まあ、動画の方メッセージ取らせてもらったりとか、はい、動画ばっかりだとちょっとね、はい、お疲れになるかなと思ったら、たまにはメールにしてみたりとか、はい、そういう意味では多分ね、松本さんが生徒さんに一人一人に本当マントゥーマンでやってるのが、多分、このスタイルにすごく合ってると思うんですよ。はい。ね、おっしゃる通りだと思います。数じゃなくてね、はい、1対1を何回もやるみたいなね。はい。まあ、そういうところもね、結構ね、私や吉谷さんのスタイルに合致して、今の結果になったと思うんですよね。はい。でもやっぱ考えてみれば、うん、その、一人に対して全力投球っていうのは、考えてみれば当たり前のことなんで、やっぱインターネットっていうとね、はい、なんか、多数にボーンとメッセージを送って、何人かの反応があったらそこで売り上げみたいになっちゃうんですけども、そうではないっていうところ、逆を言ってるわけなんですね、我々は。はい、少ないアクセスの中で、一人一人の、こう、悩みに寄り添っていって、はい、この人を何とかしようっていう思いをずっとこうやってると思うんですけども、本当に松本さんがね、発達障害の方とか、ちょっと学習障害の方、本当一人の人生に立ち向かっていくように、私たちもね、このインターネットを通じて全く同じですよね、この姿勢っていうのは。そうですね。はい。すごく合ってると思いますよね。はい。なんか吉谷さんとの出会いもなんか、起こるべくして起こったのかなっていうね、なんか奇跡を感じてしまいましたけどね。はい。はい。ちなみにですね、まあ、はい、YouTube を主に松本さんもお使いになると思いますし、視聴もされると思うんですね。はい。で、なんかこう、意識されている YouTuber さんっていうのは、有名無名いろいろあると思いますけども、いらっしゃる。はい、はい、はい。まあ、そうですね。例えば教育関係だと、とある男が授業をしてみたっていう方が、っていうチャンネルがありまして、はい。まあ、100万人超えてますけど、はい。まあ、そういった方もいろいろいて、ただ、そういった方は、まあ、イケメンだし、うん、情熱大陸に出ていたりとか、っていう、まあ、有名人だったり、イケメンだったりするので、うん、そこは目指しても、張り合いがないと思うんですよね。うん。だから、自分が目指すところとしては、例えば、もっと中学、国語教師の道山慶先生とか、うん、道山慶さんとか、そんな感じですかね。そんな感じで何人かまあいますけどね、うんうん、知ってる方っていうのを目指すっていうよりは、まあ、自分が何年後かにはそのぐらいの規模のチャンネルになればいいのかなっていう意味で参考にしてる方はいますね。はい。はい、道山慶先生とか、はい。なるほどね。まあ、参考にして、はい、まあ、なんか、全く同じ方向ではないけども、同じ規模感で、はい、同じ情熱で、立ち向かっていくってことですよね。はい。なるほどね。やっぱこう、YouTube を、はい。取り入れるときに、これはね、はい、今日参加されてる方にも、同じことが言えるんですけども、自分は YouTube やってるぞ。でも、YouTube の中で、この人はなんかもしかしたらライバルになるかもな、とかね。この人とは仲良くやってきそうだみたいなの。やっぱり他の YouTube チャンネル見るときに意識はすると思うんですよね。はい。で、見てばっかりでは全然今度自分の発信がバランス悪くなっちゃうんで、人の意識見てばっかりではね、ほんと趣味になっちゃうんであれですけども。はいはい。そこがね、心のライバルってのを意識してもいいのかなというところがありますけども、今回名前が出た方ってのはまあ、すごい実績のある方で、はい。もうね、追いかけるにはもう、これほど、はい。なんですかね。相手にとって不足はないみたいな方ばかりですね。はい。そうですね。はい。で、私もね、いつも意識してるのは、まあ、イケメンですとか、タレント性がある人とかね。はい。もう、ドカーンと本当に影響力のある人。こういう人ってのは、やっぱこう、叶わないと思うんですよ、我々には。はい。はい。ただ、何ができるかっていうと、その、イケメンってのはいっぱいいるんですよ。だから、言ってみればね、巻き惜しみが半分入ってますけども、イケメンにはイケメンの代わりがいると思うんですよ。はいはい。俺はイケメンじゃないけど、俺しかいないぞ、みたいなね。だから、代わりのできない発信を、私はもう心がけてるんですよね。はい。で、そこ行くと、その松本さんね、山本先生ですか、松本先生ですかって質問来てますけども、これはね、なんかの間違いで山本先生になってます。はい。松本です。松本です。はい。多分間違いです。ね、松本先生は、塾という形を取ってるんだけども、はい、塾の中でもすごくね、まあ、ニッチというか、
多くの方が塾講師としてはなかなか手を出さないところにしっかりとね、根ざしてらっしゃる、その発達障害とか学習障害の方にものすごくフォーカスしてらっしゃる。まさに、代わりのできない先生だと思うんですよ。はい。ね、まあ、マーケットはちょっと狭いのかもしれませんけども、だから、ユーザーさんがね、探しにくくて困ってるところに、今回、リアル塾じゃなくて、インターネットの方でも塾を展開してくださってるんで、ものすごくね、多くの人を救ってくれるような形になると思うんですよね。はい。まあ、そういう意味では、これから出会う人出会う人が、みんなね、その松本先生に、より感謝をしながらね、よりこう、情熱を傾けながらついていってくれると思うんですよね。まあ、そういうことをね、はい、私はね、この数ヶ月間一緒に松本さんとこのビジネスを通じて感じさせてもらいましたね。すごく良かったと思います、はい。というところでね、今回は、これから、今回はですね、まあ、50万売り上げ経ったんですけども、今後の目標ってなんかぼんやり書いてたりします。例えば今年はこうしてみたいなとか、数年後はにこうなってみたいなとか、はい、まあ、塾もいっぱい生徒さん抱えたいってところもあれば、はい、どんどんインターネットの方に移行して、自分の体も開けていって、より細かいサポートのために自分の学習もしたいなっていろいろあると思うんですけど、ね、はいはい、ちょっとその辺もね、はい、長くなってもいいんでお話しいただければと。まあもうさっきも話しちゃったんですけど、うん、そのリアルのビジネスが直線的な成長であるのに対して、ネットビジネスは指数関数的な成長っていうのがあるので、うん、まあ今自分が量産したり地道にやってることがすぐには結果が出なくても、3年先、5年先に、どっかで、まあ爆発じゃないですけども、どこかで、開花するっていうところを、まあ、目指して、長い目でやっていきたいなと思ってますね。はい。まあ、店舗っていう意味では、まあ、2店舗目とかっていうのは、かなりやっぱり余裕があるときじゃないと出せないかなっていうのは正直思ってるので、ネットの方で、うん、いろんな人に自分の力が届けばいいなと思ってます。うん。はい。はい。なるほど。じゃあ、これからはですね、まあ、2店舗目っていう構想もないではないけども、例えば今回こうやってズームやってるじゃないですか。はい。はい。じゃあ、ズームで、毎週何曜日の何時からは、なんとか教室ってやって、まあ、そこに投稿していただくって形を考えると、はい。まあ、リアルなね、テナントを広げなくても、結構こう、インターネット上で、在宅で、で、生徒さんもご自宅でとかね。はい。かなり多くの方に、まさに、一対多数でもいいです。一対一でも、細かいことができて。それでたまに、イベント的にね、実際に会おうかみたいな日をスペシャルで設けたりとか、はい、いろいろ展開がね、はい、こう考えられていくなと思うんですけども。そうですね。うん、はい。なんかこう、今回、本当皮肉にもね、コロナのおかげでと言いますか、コロナのせいで、はい。なんか我々が計画してた道が塞がれたのと、同時に、新しい道に行かざるを得なくなったところで、結構なんか、はい、暗中模索だったんですけども、何かを掴んだぞっていうことが何点がね、やっぱお互いあったと思うんですよ。はい。うん、で、今までこうやってきたことがね、新しい展開になっていくと思うんですけども、で、実際この売り上げを上げるためにね、はい。まあ、どんなことをやってきたかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけども、まずは、商品っていうのは、はい。ものすごく作り込んでからセールスをかけたって感じなんです。商品、そうですね。うん、作り込んで、まあ、セールス。そう。まあ、購入していただいた際のメリットをとにかく話すようにしてます。あ、そうですね。はい、はい。で、商品はどのぐらいのパターンで、こう、設定したんですか？まあ、松竹梅でってことですかね。あ、いつもの。で、いいですか？パターンで。そんな感じで。はい。はい。だからなんか、まあ手の届きやすい価格と、はい。ちょっと頑張れば買えるよってやつと、はい。スペシャルな価格みたいなね。はい。正直、そうです。そうです。はい。使い分けていって、はい、それぞれに明確なメリットと、はい、まあ、住み分けをきちんとしてね。はい。はい。この、まあ、例えば、プレミアムプランみたいなやつとか、まあ、松竹梅ですから、上中下みたいな感じですけども、はい。ベーシックコースは、とりあえずお試しで、はい、私がやろうとしてることが、あなたに合うかどうかを確かめるために、ちょっとこっちやってみてくださいみたいな感じで。はい。はい、で、中級編ってのは、
ちょっと頑張らないといけないけども、もう完全に信頼してくださってる方にお届けしたいよと。で、プレミアムプランは、価格もちょっとしたもんだけども、はい、でも、俺の根性も、ど根性見せてやるぜみたいなね、本当になんか、教祖様みたいな感じで入ってくるね、いい、もうスペシャルなプランだと思うんですけども、はい、価格設定っていうのは結構悩みました？価格設定、そうですね。まあ、もう、やってる人が、まあ、久保さんとか吉谷さんとかいろんな方がやられてるんで、そういったものを参考にするしかなかったですね、自分の場合は。うんうん、悩んだっていうのはもちろんありますけども、うんまあ、好きに決めてもいいわけじゃないですか。はい、そうですね。ね、極端に言うと。はい。だから、まあ、好きに決めていいのかなと思いますけどね、その辺は。うん。はい、はい。まあ、そうですよ。私の感覚としてはね、安い商品ばかりだと逆に信頼されにくいんですよね、これは。はい。そうだと思います。で、むやみに高くすればいいってものではないんですけども、そこそこ高い金額って、その販売者の腹のくくりようなんですよね。はいはい。そうです。もう怖いんですよ。なんか2、30万のボーンって出すのは。はい、はい、そうですね。はい。ね、でも、それを、例えば50万なり100万なりっていう商品出すことによって、もう自分は、命を注いでこれ作りましたよっていうことを、まあ、感じていただけるんですよね。はい。それこそ妙なものをそんな価格で出してきたらね、二度と商売できなくなっちゃいますからね。そうですね。もちろん数千円のものにも手を抜かずに作ると思いますけども、はい。今回商品を売るときに、やっぱこう、これが一番売れるだろうと思った小竹梅の中での、プランっていうのはどれだと思います？まあ真ん中のやつかなと思いますけどね。うん、はい、うん。そうですね。まあ大体真ん中を売るために上と下を作るのがいつものパターンですけども。はい。はい、じゃあ、なんか一番ね、高いプランが、はい。まあ売れたと思うんですけども。はい。感動の売り上げだと思うんですけどもね。はい。それっていうのは、いきなりボーンと売れたのか、それとも、これっていうのはどういうものなんですかっていうふうなやり取りを、まあ、いろいろと繰り返しながら、はい、ご購入ありがとうございますみたいなところにたどり着いたのが、どっちかって言ったらどっちですかね。まあ、いきなり売れましたね。いきなり売れた。はい。あれ売れとるわ、みたいな。はい。はい、そうですね。いきなり売れました。はい。皆さん聞きましたから、いきなり売れるんだ。一番高いプランでも。はい。うん。びっくり、自分でもびっくりしました。はい。びっくりしますよね。はい。うん。で、ちなみにそのご購入いただいた方とのお付き合いっていうのは結構あったんです？いや、ないです。ない？ないです。ああ、はい。じゃあ、おそらくですけども、これはまだこれからね、はい、その方とやり取りしながら分かってくると思いますけども、はい、はい。多分、松本さんのホームページなり、動画なり、評判なりを、ものすごく長いことを、その方はずっと見ていて、はい、よしと思って行ったんでしょうね。多分そうだと思います。ね。はい。だから、はい、松本さんの知らないところでファンがいるってことなんですよ、はい。そうなんです。本当に知らないです、僕は。ね、しかも熱狂的な人がいて、はい、絶対一番高いの買うぞ、みたいな、はい。もしかしたらもっと高いのがあっても、それが売れたかもしれないですよね。わからないですね。はい。でも、どちらにしても相当信頼してくださってるんで、これはなんかやりがいもあるし、責任重いですね。そうですね。重いです。はい。はい。楽しみですね、でもね、はい、これが。はい。楽しみですね。やりがいあります、本当に。やりがいありますよね。やっぱ自分の作った商品で一番プレミアムなやつに手をね、こう、取っていただけるっていうのは、もう感謝でしかないと思うんですけども、はい。これはね、他の方にも申し上げたいんですけども、やっぱりね、高い商品が選べない店っていいのかなと思うんですよ、私は。どっちかっていうと。なるほど。うん。まあ、言ってみれば、ちょっと、表現悪いかもしれないですけども、30万円ぐらいの軽自動車がずらっと10台並んでる店も、それは魅力なんですけども、はい、やっぱり中にはね、ドーンとレクサスがあって、いつかあれに乗るぜって感じで軽自動車を買って帰る。で、店に来るたびにレクサスが輝いていて、街で走ってる車、あ、いいなっていうふうなね、それもなんかね、人に夢を与えていることだと思うんですよね。あれがあるんだ、みたいな。まあ、ですんで、今回、松本さんがね、設定した商品が、小竹梅って3種類あると思いますけども、小竹梅の、まあ、安いのと中くらいのを買った人も、いつかはあれにっていうふうに、ちょっと思ってくれてると思うんで、
今ご購入いただいたものに一生懸命こう関わることによってね、はい、あの上級プランのやつってどんなやつなんですかって必ず聞かれますからね。はい。で、そうです。思ってたら聞かせるようにこれからやっていけると思うんですよ。はい、そうですね。はい。そういう意味では全部がこうね、なんか楽しみであり、責任重いし、はい。新しく武者震いするんじゃないかなと思いますよね。はい。ね。それからね、これは、ちょっと今日もメールを送らせてもらったんですけども、はい。まあ一番高いの売れちゃったわけじゃないですか。はい。ってことはそれをクリアすると、その人には先がなくなっちゃうんですよ。はい。これはちょっと責任感じませんが、もうちょっと上のプラン用意してあげないと。はい。そうですね。はい。ね、まあ、それはこれから、松本さん自身の、こう、戦いになると思いますけども、まあ、プレミアムなプランを作ったんだけども、その先をね、やっぱりこう、例えば、ワントゥーマン合宿みたいなの作ってあげるとかね。ああ、はい。もっともっと先の5年後、10年後を見据えたものを用意してあげるとか、はい。松本さん自身もそのためには、いろんな試行錯誤や勉強もしないといけないと思いますけども、お互いにこう育っていくと思うんですよ。はい。だからこうやって新しい商品とかもっと上位の商品を作るのってのは吉田さんもされてますし、私もやりますけども、なんかその自分のね、新しい可能性に向かう挑戦でものすごく楽しいことだと思うんですよね。楽しいです ね私はそのね、はい、沖縄合宿付きのやつまでやりましたかね、3泊4日とかの、あちょっと半分遊びみたいなやつだけど、いいですね、これがね、はい、6本ぐらい売れたんですよ。1個100万もすんのに。でも一生の思い出です、お互いに。はい。まあそういうのとかね、まあハワイに何人かで行ったりとかね、ちょびっと。はい。はい。まあそこまでやるとちょっとね、感染症のことがあってなかなか難しいと思うんですけども、はい。今度はどんなことをやったら喜ぶだろうかとか、どんなレジャーと組み合わせたら楽しんで受講してくれるだろうかみたいなね。まあそんな速化塾のコースもあるんですよ。はい。表向きは速化塾ってね、30万円の30年払いのだけなんですけども、一人一人の個性とか可能性とかね、意欲とかを見て、新しい商品設定してあげたりとか、新しい商品リリースしたりってのもあって、例えば FX がむちゃくちゃまあ、好きっていうかね、FX を攻略したい方には、うん、まあ、今日リリースしたんですけども、FX 専門のコースってのもあるわけなんですよね。FX しかしないみたいなやつ。はい。まあ、今日出したのはなんか最大で半年コースになっちゃう、むちゃくちゃ、私もきついやつなんですけどね。ああ。あとは YouTube 専門で行くやつとかね。はい。はい。全般的には、速化塾っていうのは、まあ、ずっと集客のための媒体を作るために、YouTube をどんどんやっていきましょうとか、ブログや Twitter を一生懸命やっていきましょうみたいな一点集中のコースなんですけどね。はい。まあ、松本先生のところも、その、発達障害の学習塾ってことでは、多分ね、業界唯一だと思いますし、多分インターネットの方まで世界を広げたってことは、多分他の方はなかなか追いついてこれないと思うし、これからはね、そういった塾をやりたい先生のための先生にもなれると思うんで、ちょっと心の中に置いといた方がいいと思いますよ。はいはい、まあ問い合わせ来ますよ、結構、そういう。すごい。来ますか、はい。来てます。専門家の方から教えてほしいっていう問い合わせがたくさん来てます。学校の先生とか。ああ、すごい。はい。はい。じゃあ、専門家プライオリティコースですね、これはね。そう。まあ、コンサルみたいな感じですね、とりあえずね。もう企業コンサルとかっていうのを名乗っていいと思うんですよ。そうですね。はい。これはすごいじゃないですか。はい。まあ余談なんですけど、私もね、町内会長今年やってるんですけどね、町内会長のコンサルが4件も売れてますからね。はい、ああ、すごい。ね、町内会って今ね、どんどん縮小して、役割する人もいなくなって、はい、うん、どんどん縮小していかないといけないって私は思ってたんですけども、はい、昔ながらのお祭りとかイベントを無理やり維持しているところが結構多かったんですよね。はい、はい。で、結構その、なんか保険も曖昧だったりとか、ものすごくご高齢な方が兼任していたりとか、で、若い方はあんまり寄りつかなかったりとかね。はいはいはい。うん、まあですので、そういうところをね、私の体験を今回踏まえて、まあ縮小して、一個に絞って、そこだけものすごくグレードアップするみたいなね。はい。なるほど。ね。うん、一年で4回のイベントするんじゃなくて、一年に1個しかイベントはないけども、でもこれは街中の人で参加できるようなものにしようみたいな感じで、まあ批判は結構あるんですけどもね。うん、まあ時代の変わり目とか価値観の変わり目ってのは仕方がないと思うんですよ。うん。で、これが何を意味するかっていうと、町内会長は以前のやつをその前例主義でやるっていうのから、10年先のものを今から構築するんだっていうつもりでやるのかっていう、
この大きな違いなんですよね。はい、少子高齢化の今はもう真っ只中で、これからもっと減るみたいなところで、昔みたいなものはできないっていうのと、じゃあ子供が、何、盆踊りを本当に今やりたいのかって、私たちが子供の頃はやりたかったけど、今の子供はそうじゃないんじゃないかっていうふうな疑問を持っていくとかね。はいはいはい。で、多分学習塾っていうのも、私たちが小学校、中学校の時に受けたような学習塾の喜びをそのまんま今再現させても、もしかしたらアンマッチするかもしれないんで、そこはこれから10年先、20年先の学習塾を作るつもりで、進めていくところも、もしかしたら求められていくのかなっていうふうにね、感じるんですけども、私はまあ、ちょっと外野で勝手なこと今言いましたけども、そういう、未来の学習塾ってなんか思い描くことあります？これからなんかリモートを使ったりとか、学習塾のその、学校のカリキュラム自体変わってきたりとか、人間関係っていうものを教えていかないといけないのかなとか、道徳とか、モラルっていう時間を塾でやらないといけないのかなと。本当に5教科9科目だけじゃなくて、教科にないものが実はすごく大事なんじゃないかなとかね。はいはい。その辺ちょっと思いがあったら聞いてみたいんですけども、ちょっと参考までに。そうですね。そう。まあ、ちょっと読み書きが苦手だったり、勉強ってな子でも、iPhone だったり、iPad だったり、MacBook なんかを使うことで、克服できることがたくさんあるので、そういう IT デバイスを使って、どういうふうに子供たちが学んでいくかっていうのが、未来の教育になるかなと思います。だから、受験も今、紙に鉛筆でとかシャーペンで書きますけど、それがいつかは必ず iPad になったり、うちの息子も公立の小学校で iPad をもらってきたりしてますので、そのあたりがすごく変わってくるんじゃないかなって、紙と鉛筆って時代がなくなるのかなっていうふうには感じてます。すいません、ちょっと意図に合ってるかどうかわからないですけど。あ、でもまさにそれが聞きたかったことですよ。はい。やっぱり今、私もそうなんですけども、ボールペンで紙に書くっていうことがすごく増えて、はい。スマホにフリック入力なんですよね。はい、はい。で、何かメモりたいときも、音声で、録音して終わりとか、メモを取るっていう瞬間が、どっちかって言ったら、はい、スマホに何かを吹き込んだり、まあ、スマホで自分宛にメールを送って、メモを、忘れないようにスケジュールにするとかみたいに変わってるんで、はい。で、多分ちょっと前って、小学校、中学校ってスマホ持ち込み禁止が当たり前だったと思うんですよね。そうです。でもこれから大いにスマホを持ってきてもらって、スマホを使いこなしていかないと、高校に行ったら、はい、大学に行ったら、はい、社会に出たら困るよって教育が、はい、多分始まるんじゃないですか。そうです、そうです。そうです。黒板の板書とか、iPhone でパシャって撮っても OK な学校とか出てきましたよ。あ、やっぱり。はい。ですよね。はい。いや、あれは多分、そうなんです。私たちの時代に黒板を映るんですって撮ったら、はい、取り上げられてますよ、多分ね。そうです、そうです。やったことはないけど。はい。まあ、書いて覚えるんだとか言われそうですよね。はい、はい、そうです。そこはちょっと絶対変わってきてると思います。うん。はい。じゃあ、例えば、松本先生のクラスで、まあ、板書は皆さんね、それぞれ人のとこすると思いますけども、はい。撮影して持って帰るとか、例えばそれを動画に撮って家で学習したいってものも、はい、もしかしたら、こう、OK にしていかないといけない部分もあるのかなってことですかね。はい。ありますね。うん。うん、はい。特にこれからリモートで、ズームで授業をやるって考えると、当然録画されてると思うんですよね。はい。はい、そうです、そうです。はい。あと気をつけないといけないのは、録画されてそれをね、横流しされたらちょっとやってられなくなるんで。ああ、そうですね。はい。ここは強い信頼感を作ってから、ね。そうですね。はい。そういった知識も必要になりますね。はい。はい。はい。なるほどね。はい。ありがとうございます。まあ、未来の学習塾ってのも当然考えていかないといけないのかなってところ、はい。はい。これはあらゆる業種に言えてると思うんでね。今日参加してくださった方も、ご自身のね、されてる仕事に置き換えて考えていただいたんじゃないかなと思いますね。で、今回の、その、副業で稼いだ方法になりますけども、で、主にはインターネットのどんな、その、ものを使って商品化したりとかしたんです？やっぱ YouTube が主だったです？そうですね。YouTube の、まあ、要は動画を販売した、動画のリストを販売したんですけど、まあ、Vimeo っていうサイト、はいはい、わかります？はい。Vimeo の方で私はパスワードをかけて、うん、販売してパスワードを配布するっていう形にしました。あ、はい、素晴らしい。はい。
はい。やってますね。あの、YouTube が危険なんですよね、YouTube の商品。そうです、そうです。やっぱり、URL 共有されたときに、もしこっちが訴えても、はい、法的に負けちゃうみたいなんで、微妙を使わないと。はい。ってことです。あとね、ある人がね、ある吉谷さんがね、YouTube のアカウントバンされたんですよ。はい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 。その時に YouTube を商品にしてたから、はい、おい、見れなくなったぞってから、はい、購入したからむちゃくちゃクレームあったらしいんですよ。はい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 。それから商品は微妙にしたって聞いてます。はい。そうです、そうです。その方が確実だと思います。ね、かかりますね。ちょっとかかりますけど、有料ですけど。はい。はい、あ、ちなみに Vimeo って、いくらかかるんです、はい月額、あれもプランがいくつかあるんですけど、はいはい、うん、月額1000円ぐらい、うん、ちょっと今明確に覚えてないですけど、月額何千円とか何百円とか、そのぐらいの レベルだと思いますけどね。はい。うん、あ、じゃあ、月額で数百円、数千円、もしかしたら数万円もある、松竹梅あると思う。はい。はい。企業が活用する場合はもう数万円になるんじゃないですか。うん。まあ、やっぱそうですよね。はい。はいということで、どこの商売も松竹梅でやってるみたいな感じが見えてますね。はい。はいはい、その通りですね、はい。ありがとうございます。はい。じゃあですね、ちょっとこう、あと残す質問も少なくなってきたんですけども、今日ね、はい、1,2,3,4,5 名の方かな、5、6名の方が来てらっしゃるんですけども、はい。今日ね、視聴者の皆様に、ちょっと自由にね、声をかけていただきたいんですけど、皆さんなんか収入を上げたいとか、副業でうまくいきたいと思ってらっしゃる方ばかりだと思うんですけども、はい。はい。松本さんから、なんか励ましというかメッセージを送っていただければと思います。いや、まあ、まだ私も、ビギナーズラックのレベルですけども、やはりすぐには結果が出ないんで、なかなか、モチベーションとか、難しかったりしますけど、私いつもこうお話しする方っていうのが発達障害関係とか教育関係の方なんで、同じこう副業したいとか売り上げ上げたいっていう方とお話しする機会が横のつながりがあまりないのでとても嬉しいです。だから先ほども申し上げた通り暗闇の中で地道に頑張って指数関数的に最後伸びていくってところを思い描くことができれば頑張れるんじゃないかな、モチベーションにできるんじゃないかなと思いますので、うん、頑張ってください。はい。ありがとうございます。はい。まあ、今ね、ね、指数関数的にってことは今日何回か使われましたけど、まさに、インターネットの売り上げって、はい、なんか、そう、二次関数的にこうね、指数関数的に上がっていくんですよね。はい。はい。うん。で、通常は、1時間投入したら1時間分の成果、2時間投入したら2時間分の成果っていうような正比例でいくんですけども、はい。はい、なんか蓄積型のストック型のインターネットビジネスって急激にズバッと上上がって、はいはい、私も自分でねインターネットのアフィリエイトとか特に実感したんですけども月収20万とか行くのはかなり至難のはずだったんですけども、はい、30万行くかなと思ったら急に80万だったんですよね、はい、ったんですよね、はい、で途中の40万、はい、50万、60万っていうのが全然なくってはい、バーンと上がっちゃったんですよ。それは多分蓄積していたサイトとかが一気にブレイクした結果だと思うんで、あ、だから毎日ちょっとずつ積み上げていくことって大事なんだなと。普通のそのリアルビジネスっていうのは、はい、今日の労働が今日の収入以上で終わりですよね、はい。うん、そうですね。いかないんですよね、昨日までのこと。はい。だからそう考えたら、まあ、なかなか成果が出ないなとかね、ちょびっとしか前に進んでないようでも、必ずそれがね、大きく、跳ねる時が来るなというのは、まあ、松本さんも実感されたんではないかなと思いますから、皆さんもね、はい、今やってることが、まあ、無駄にはなってないんだよってことを、これもう信じるって世界になっちゃいますけどね。そうは言っても手応えねえよっていうのはね、同じ気持ちですから、私もそうだし、松本さんもね、何も結果が出ない時って、本当にこれ続けていいんだろうかっていう恐怖もありましたよね、多分。ありますね。はい。間違ってるんじゃないかとか。はい、うん。はい。でも基本的にはずっと繰り返すっていうことが、継続するってことができないと、どんなミラクルも起きないってことなんですよ、これは。はい。うん、そうですね。奇跡ってのは行動ないときには、はい、ところには起きないですからね。はい。うん、で、冷たい現実として、やったんだけども何も起きないってことも結構あるんで、
うん、そうならないように、ね、やっぱこう横の関係、横のつながり持ったりね、こうやって今日ズームに皆さん参加してくださいましたけども、モチベーションが落ちない工夫の一つでもあるんですよ、はい、こうやって。そうですね。うまくいってる人の話を聞くとかね、はい、それから、はい、試行錯誤してる人と自分の試行錯誤をこう語り合っていくとかっていうのは、はい、あのそればっかりになっちゃったら傷の舐め合いになっちゃっておかしくなっちゃうんですけども、はい、でもね、やっぱりこう、週に1回、月に1回ぐらいは、同じね、その、まあ、速稼塾のメンバーだけではないんですよ。インターネットを使ってビジネスをしようとしている人の お互いのね、ロークを分かち合うってことで励まし合うのってすごく大事だと思いますからね。今日はこうやって松本さんのお話聞いて少しはちょっとこうね、皆さんのお役にも立ったかなっていうのと励みもなったんじゃないかなと思います。まあ、現実に売り上げドーンと上げられてね、ちょっとこう、責任感と恐怖の方もあると思いますけど。はいはい。売れたら売れたで怖いんですよ、皆さん。はい。まあでもちょっと1個目の山は越えたかなってことですよね。頑張ります。はい、ありがとうございます。それではですね、はい、そろそろまとめの方に入っていこうと思いますけども、松本さんの方から、もう今日もしあればっていうことでお話したんですけども、はい、なんかプレゼントがあったら、プレゼントと、はい、あればですよ。あとは松本さんにいろいろもっと聞きたいこととか、はい、もしかしたら松本さんの商品をね、どんなものか見たいって方もいらっしゃると思うんで、ちょっと連絡先をちょっと教えてもらっていいですか、ね、はい。はい。LINE の ID でいいですか？はい、LINE の ID でもいいですよ。LINE の ID。私の、うちの会社が、うちの会社がエバーグリーンって言うんですけど、うん、LINE の ID が小文字の R-Evergreen なので、プレゼントは私と友達になれるっていうことにしたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあね、R-Evergreen の方にメッセージを送っていただくか、まあ、LINE の友達になれるよってことなんでね、皆さんもちょっとお見知りおきをいただきたいなっていうのと、あとそうですね、皆さんの周りに、発達障害その他でね、お困りの方がいらっしゃったら、その方とおつなげするっていうのもものすごくお互いの、その、ためになると思いますんで、そういったのもね、ご紹介いただければ助かりますよね。はい。そうです。力になれると思います。ね。力になってくださいますんで、はい、こういう松本さんのね、はい、お人柄ですから、絶対に見放すことはないと思いますし、で遠隔でももうね、なんですか、指導って言ったらね、まあ、こうやって偉そうになっちゃいますけども、うん、遠隔でも寄り添ってくださいますんで、はい、まあ、年齢の高い方もね、幼い方も全然関係なく、ちょっとね、周りの方とうまくいかずに困ってらっしゃる方とか、うん、まあ、なかなか、一般の塾ではどうもっていう方は、ぜひね、そういう方もおつなげいただければ、きっとね、助かると思いますんで、そちらの方だけ、私の方からね、ちょっと申し添えさせていただいて、まあ、プレゼント代わりにしていただければと思いますね。はい。っていうことですね。まあ、でも松本さん、動機としてはね、発達障害の方とか、学習障害の方に寄り添っていこうと思ったのは、いつ頃からだったんです？なんかきっかけがあったんですか、その辺は。私、まあ、ずっと学校の教員、中学校の教員もともとやってて、うんうん、で、その後、特別支援学校っていう知的障害の子供の、先生をやってまして、うん、で、そういった、まあ、障害のある方と向き合う中で、実は、すごく重い知的障害とか身体障害の方よりも、グレーゾーンの発達障害の方々が一番生きるの大変なんじゃないかっていう問題意識を持ったことで、そこに注目しました。ああ、なるほどね。はい。とすると、一見見ると、普通に見えても、関わってみたら、はい、あれっていう人はね、やっぱ私たちの周りでもたまに感じるところがあると思うんですよ。はい。そうです。うん、まあ、例えば、思春期の女の子とかでも、ちょっと関わってみたら、はい、あ、ちょっと、これは天然なのかな、それとも深刻なのかなって感じること私もあったりとかして、はい、なんかね、はい、変ないじめに巻き込まれたりとかね、はい、で自分の表現が嫌ってことも言えなくって、なんかどんどんノロノロになっちゃったりとか、はい、で、はい、これお父さんお母さんにも言えないですよね、やっぱりね。そうですね、うん、はい、で、うん、なんか割とね、その障害者手帳を持ってない、いわゆる普通の子でも普通の大人でもね、そういうふうなちょっと精神の隙間に入っちゃうことって結構あるんじゃないかなと思うんですよ。特に今みたいな時代になってしまったら、はい、40代、50代でも塞ぎ込んでしまったり、ね、ちょっと自分のことを傷つけてしまったりとかね、突拍子もない行動を取ってみたりとか、
あの辺はやっぱりこう、うん、なんていうんですかね、今みたいな時代だから起きちゃうのか、まあ、それとも、この、急激に世の中がこう、変わっていくところに私たちの精神がついていけてないんですかね。そうですね。そんなイメージですね、私自身も。はい。まあ、なんかね、やっぱこう、私たちもね、この、いい年の大人として、もっともっと気づいてあげないといけないなっていうところと、はい、うん、そうです、ね。いつ自分がね、そういう風になってしまうとも限らないですし、はい、はい。やっぱ発達障害っていうのは、どっかで起きてることじゃなくて、割と身近に起きてることっていう風に考えた方がいいんでしょうかね。うん、そう思います。うん、全部グラデーションなんで、どんな人でも、少し、うん、なんか、ちょっと特性っていうのは、多い少ないはあるでしょうけど、すべて繋がっているので、うん、はい。はい。ということなんでね、もしかしたらちょっと私も心の不安を抱えてますって方はね、そういった意味でも松本先生とお友達になって、心のね、パラダイスをちょっと垣間見てほしいなと思いますね。お待ちしてます。こういうお人柄ですから、はい、本当にね、安心してお付き合いできると思います。はい、まあ、いろんな面でね、これからもお見知りおきをいただきたいと思います。まあ、速稼塾に入っていただきました。本当にありがとうございます。松本先生。いつもありがとうございます。久保さんが支えです。ありがとうございます。はいはい、ということでね、今日は以上のような形になりますけども、今日は本当に1、2、3、4、5名の方が参加してくださったのかな。松本さんからもちょっとお一人ずつ名前見えます？わかんないかな、加藤さん。加藤さんいらっしゃいますね。加藤さんありがとうございます。ありがとうございました。川原さん。川原さん、浩二さんありがとうございます。はい、ありがとうございます。猪木康晴くん。はい。はい。ありがとうございます。iPhone さん。iPhone 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 さん。はい、ありがとうございます。ハートストラさん。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ということで、今日は、ほんと松本先生と、まあ、お話しさせてもらいましたけども、まあ、本当、売り上げの方ね、50万、おめでとうございます。ありがとうございます。喜びと、感謝してます。ちょっとの恐怖が。はい。はい。ありますね。新しい戦いですね。はい。これからも頑張っていきます。ありがとうございます。はい、じゃあ、皆さん、お集まりいただきまして、ありがとうございました。本日は終了でございます。あとね、YouTube をご覧の皆さんも、本当ありがとうございました。松本先生から学びたいってコメント入ってますね。ありがとうございます。ぜひご連絡ください。はい。よろしかったら松本先生にコンタクト取ってくださいね。それでは松本さん、今日もありがとうございました。また。はい、こちらこそありがとうございました。はい、どうも。しましょう。じゃあ、また会いましょう。はい、失礼します。